神水を備えたホコラ京都市内の少子ホコラとは神を祀る小規模な電車。語源は神道用語のホクラの天下という少子正、小道とも。もともとは古神道に由来する信仰であるが、神仏集合によって道祖神に関連した仏も祀るようになった。神社の簡略型で人が立ち入ることが難しい場所や、 集落や個人が所有する土地に設置され、神職は常駐しない。神社と異なり鳥居はないか、あっても非常に小規模なものに過ぎない。社殿は木製のほか石像の場合もある、石祠と呼ぶ場合もある。多くは霧妻屋根を備え、図紙に見られるような観音開きの戸を開けると内部に、仏像、神像あるいはご神体としての石、 見てぐらなどが収められている場合がある。祭人は一定しないが、仏像が収められている祠は、地蔵菩薩を祀るとされるものが多く、特に、京都を中心とする近畿地方では、地蔵盆の主体となるなど、地元の集落において素朴な信仰が保たれている。祠らのある場所は、集落の入り口や道の辻、三砂地水田や畑などの農地など、 人間の生活圏の内部が多いが、山の神のように、奥深い山奥や、海岸の絶壁の側面など人間が立ち入らないような、場所に祀られるものには、浸透的な自然崇拝を忍ばせるものもある。三重県宮川村では、道の前を、土砂災害の起きやすい場所として伝えてきた。2008年に発生した、土砂災害では、土石流がほこらを飲み込む形で流化し、 過去の教訓が生かされる形となった日経コンストラクションありがとうございます。